情報まぜまぜチャンネル。今回のナレーションは私優子が担当です。歌手の本田美奈子さん、彼女は2005年11月6日に急性骨髄性白血病により息を引き取りました。38歳という若さでこの世を去りましたが、15年経った現在でもよくメディアで特集が組まれており、愛され続けています。そんな本田さんですが、本田美奈子というのは実は芸名で、本名は工藤美奈子さんだそうです。本田姓が本名だと思っている方も多いでしょうが、工藤ではなく本田という芸名をつけた理由は、彼女よりも先に工藤夕貴さんがデビューしていたからだそうです。そして世界を舞台に活躍してほしいという願いを込めて、自動車メーカーのホンダにちなんで本田となりました。デビュー当時、本田さんは工藤夕貴には負けないと言っていたそうで、工藤夕貴さんはこのことについて、そんなことを言っていただいていたなんて本当に名誉ですと喜んでいました。1967年7月31日、東京都板橋区の病院で生まれた本田さん。家族は葛飾区柴又に住んでいましたが、本田さんが幼い頃に埼玉県朝霞市に移住し、朝霞白百合幼稚園に入園しました。それ以来、生涯の大半は朝霞市で過ごしたようです。歌手になることが夢だったお母様の影響で、小さい頃から歌を歌う機会が多かった本田さんは、通っていた朝霞市立朝霞第六小学校の卒業文集に、女優か歌手になれたらいいと綴っており、その頃からすでに歌手になることを夢見ていました。その後、朝霞市立朝霞第一中学校3年生の時にスター誕生のオーディションを受けます。テレビ予選では柏原芳恵さんのハローグッバイを歌い、見事に合格して決戦大会へ進出。15歳で出場した決戦大会では、松田聖子さんのブルーエンジェルを歌いましたが、残念ながら落選となります。その後、1983年4月、東京聖徳短期大学附属高等学校に入学した本田さんは、7月に初めて原宿に行った際、スカウトされ、これがきっかけとなり、芸能界デビューを果たしました。高校2年生になった1984年9月には、第8回長崎歌謡祭に本名で出場し、夢少女という曲を歌い、見事グランプリを受賞。こうしてレコードデビューも決まったのです。本田さんをどうやって売り出そうかと考えていた事務所のスタッフは、彼女の歌声を聞いた時に才能を感じ、ソロデビューさせることを決意しました。そして1985年4月20日、高校3年生の時に東芝 EMI から殺意のバカンスでアイドル歌手としてデビューした本田さん。キャッチフレーズは、美奈子、あなたと初めてと好きと言いなさいの2つでした。その年で知名度を上げ、同年の12月7日には新人歌手としては松本伊代さんや岩井さゆりさんに続く日本武道館でのライブを開催し、多くのファンに感動を与えました。1986年2月5日には、1986年のマリリンをリリースし、その後もヒット曲を歌い、本田さんは国民的な人気歌手となります。この1986年のマリリンは、清純派アイドルの常識を覆し、大変話題となりました。
当時のアイドルでは異例のファッションであるへそを露出させたファッションや激しく腰を振る踊りは非常に斬新でした。ちなみに衣装は本田さんのアイデアだったそうです。その後アイドルとしてだけではなく女優業、タレント活動など幅広く活躍し、そしてミュージカルの道も歩み始めることになります。1990年世界的に有名なミュージカルミス・サイゴンのオーディションに一般応募し、約1万5000人のライバルの中からヒロインのキム役に選ばれました。1992年5月5日にミス・サイゴン日本初公演を務め、その歌唱力や演技力が高く評価された本田さんは、1992年度第30回ゴールデンアロー賞の演劇新人賞を受賞。これ以降本田さんには出演オファーが殺到し、ミュージカル女優として大きく評価されるようになったのです。その後1994年に屋根の上のバイオリン弾きにホーデル役として出演、1997年にはレ・ミゼラブルにエポニーヌ役として出演、1998年にはクラシック音楽にも挑戦するなど、本田さんは唯一無二の存在になっていきました。順調な日々を送っており、さらなる活躍が期待されていた本田さんでしたが、そんな彼女を病魔が襲います。2004年末頃から風邪に似た症状や微熱が続いていましたが、同年11月には地元である朝霞市でのコンサートや、12月23日には新宿文化センター大ホールでのクリスマスコンサート、年末には翌年にテレビ朝日系で放送予定だった題名のない音楽会の収録も行っていました。しかし年明け2005年1月12日に急性骨髄性白血病と診断を受けて、本田さんは緊急入院することになったのです。同年5月再帯血移植を受け、7月末には一度退院しましたが、病気は再発。9月8日に再入院して輸入新薬による抗がん剤治療を受けました。翌月には再度一時退院し、退院後に白血病患者を支援するための NPO 法人ライブフォーライフが設立されましたが、同月末に再入院となります。その後肺への合併症により容体が急変し、11月6日に38歳という若さで息を引き取りました。ちなみに本田さんの葬儀で喪主を務められたのはお母様。本田さんが17歳の頃にご両親は離婚されていたようです。ご両親の離婚の原因は明かされてはいませんが、お父様は本田さんが芸能界に入ることに反対していたと言われています。しかしそれに対してお母様は芸能界に入ることに大賛成。ご自身の歌手になりたいという夢を娘が叶えてくれることが嬉しかったのではないでしょうか。もしかしたらこの違いが離婚の原因につながってしまったのかもしれません。本田さんが芸能界に入ったことでご両親の仲が悪くなってしまったと噂になったようです。ちなみに本田さん自身は、私は歌と結婚したから歌手として死にたいと言っており、生涯独身を貫いています。しかし過去には熱愛報道も出ていました。1990年10月にある週刊誌が、元男性アイドルグループ光源氏のメンバーである諸星和美さんと本田さんの熱愛関係をスクープ。
諸星さんのアパートから本田さんが一緒に出てきて、車に乗り込んだ瞬間を撮られてしまったことで、お二人の関係が公になってしまいました。光源氏の中でも一番人気とされていた諸星さんは、私生活でも大変人気があり、女性関係も派手だったそうです。彼は歌番組で共演した女性アイドルを積極的に口説いていたそうで、本田さんにも積極的に声をかけたのでしょうね。お二人は何度も破局と復縁を繰り返し、結局15年間も交際し続けていました。しかし交際報道はあったものの、私は歌と結婚したから歌手として死にたいという信念は貫き通したのですね。彼女が本気で歌を愛していたことがわかります。彼女が亡くなった現在は、お母様が本田さんの思いを受け継ぎ、白血病で苦しんでいる人々の支援活動を行っているようです。また本田さんの追悼イベントなども定期的に行われており、オフィシャルサイトも開設されています。本田美奈子さんが届けてくれたあの美しい歌声、いつまでも残り続けてほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ご意見ご感想など気軽にコメントいただけると嬉しいです。